アバイクナンバイウル、アバイクナンベリーはカザフスタンの哲学者、作曲家、詩人。また、ヨーロッパやロシア文化をもとに開けたいスラームを原則とした文化改革者。ロシア語ではアバイクナンバイフと表記され、カザフ人の間では単にアバイと呼ばれることが多い。フォトオブアベ現在のカザフスタン教枠に先カザフスタン州アバイ地区のカラワルの村落で生まれた。 クナンバイと二番目の妻、ウルジャンの息子。彼は、イブラヒムと名付けられたが、彼の理髪さゆえにすぐさま生涯にわたって名乗り、乗り続けたアダナアバイを付与された。彼はマドラサで、ムンラーのアフメドリザの下で何年も学んだ後、父親の経済的地位のおかげもあって、青年時代にロシア人学校に通った。アバイは、 セミパラチンスクの学校でミハイル・レール・モントフやアレクサンドル・プーシキンの著作に出会う。アバイの作品においてカザフ文化やカザフフォークロアに与えた主な業績とは大きなナショナリズムを巻き起こしカザフ人の民族文化を生み出したことであった。以前はほとんどカザフ人の死は交渉文芸であり大草原に住むカザフ人遊牧民の習慣が反映していた。しかし、 アバイが存命中だった頃に、いくつもの重要な社会政治的、社会経済的な変化が起こった。カザフスタンでは、ロシアの影響力が拡大し続けたことから、ロシア、西洋内市は、アジアであろうと多くの異なる哲学に触れるだけでなく、教育を受ける機会も拡大した。アバイクナンバイウルは、新たに開かれたこれら地域の文化的、哲学的歴史に身を任せた。この意味で、 アバイの創造的な因文は教育を受けたカザフ人の哲学的思考に影響を与えた。1965ポストマーク・オブ・ソビエト・ユニオン・オーナリング・アベ・アラシオルダ、運動の指導者たちはアバイについて彼らを感化させてくれた精神的先人とみなした。現代カザフ人が持つアバイのイメージは大抵、ゆったりした伝統的ドレスでドンブラを握っていることが多い。今日において、 カザフ人は目覚めた民族意識の中で初の民族的英雄の一人としてアバイを数敬している。カザフ国立教育大学はアバイにちなんで名付けられており、アルマトイ氏の大通りの一つも同様である。彼の名を冠した公立学校も存在している。アバイの教え子の中には彼の老いで歴史家、哲学者、詩人のシャカリム・クダイベルディールもいた。カザフスタンのアバイ氏は 彼の名にちなんでいる。アバイ・クナンバイウルの銅像は、カザフスタンの多くの都市やモスクワにも建てられている。アバイの生涯に関する映画は1995年に、アバイと題された上で、カザフフィルムにより制作されている。また、カザフスタンの作家ムフタル・アウェイゾフの小説2作や、オペラの主題にもなっている。クナンバイと題した2015年12月の映画は、 彼の父の生涯を描いている。アバイク・ナンバイウルは、ロシアやヨーロッパの文学作品をカザフ語に翻訳したモットの最初の頃の人物である。ミハイル・レール・モントフ、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテ、ジョージ・ゴードン・バイロンといった人物の因文や、イヴァン・クルイロフの、グーはアレクサンドル・プーシキンの、エヴゲーニー・オネーギン等を訳した。アバイク・ナンバイウルは、 その著作の中で同胞のカザフ人たちに対して、貧困や奴隷状態、腐敗から抜け出すために高い教育を受け、識字能力や人徳を身につけるようにと干渉している。彼が著述した詩や哲学論考の数々は代表作、アバイ君回収税、英語訳 The Book of w r s 紹介サイトに、編纂されているが、この本は、彼の死後に出版されたものである。アバイ自身は、 著作を出版していない。彼はカザフ人が世界の文化財に触れる方法としてロシア文化の重要性についても論じている。2020年がアバイの生誕から175年の節目を迎えることを記念してカザフスタン国内外で彼の功績を再び検証する動きが見られる。カザフスタン大統領カシムジョマルトトカエフは2019年8月 翌年のアバイ生誕175年記念年に向け、各種祝賀行事を行うための準備基金を設立する法令に署名した。175回目の誕生日となる2020年8月10日に、向けて、カザフスタイ国内外で500を超える記念イベントが計画されているという。生誕地に近い生命では、これと絡めて観光振興につなげようとする試みもある。また、 YouTube、Instagram、Twitter 等の各種ソーシャルメディア上では、アバイ 175A175 のハッシュタグを用い、アバイの死の一節を朗読するなどして、彼の功績を称える動画を発信する動きも見られる。Instagram に寄せられた動画の数々、ロシア連邦大統領に3期目となる、ウラジミール・プーチンが就任した後モスクワで、反政府運動が行われ、 二日後の2012年5月9日にカザフスタン大使館にほど近いモスクワ中心部のキストプルダニー通りにあるアバイクナンバイウルの記念碑付近で抗議団体が八重店舗を張った。すぐさまこの銅像は抗議団体の参加者の目印になった。モスクワの占拠されたアバイ像でロシアの反対派指導者アレクセイ・ナールニーはアバイクナンバイウルの銅像の隣で 彼のサポーターと会合を行い、ナワルニーは何者か不明なカザフ人記念碑と述べたことから数日間にわたってツイッターのハッシュタグトップの一つとなった。それはアバイを非常に尊敬しているカザフ民族の間で怒りの渦を巻き起こしていた。また、アバイの死はアップスドをダウンロードのトップ10に入る売れ行きを見せた。ありがとうございます。